浜家の本家の浜洋先生です。まあね、あとね、人間の技術では問題はね、まあ、人工衛星上げるのは私が進めてやらせたんですね。それはいいと思うんですけども、よくやったと思いますけどね。普通にね、アメリカが先に進んでね、アメリカ人が情報を教えてくれたんで助かりましたけど、日本人がちょっとだいぶ遅れてね。で、大事なことはね、まだあれは、ロケットはもうちょっと安全性ですね。それと、メカがややこしすぎるですね、まだね。まあ、酸素ボンベじゃないけども、酸素というか、燃料がね、非常に危険があるから、あと液体にやったりしてたりして、まあ、この辺の、あと構造がね、ちょっとまずいですね。もうちょっと簡単にして安全にしないとね。で、あと、がんの治療まずいですね。がんの治療は、切断してばっかりで、がんが転移したからって取ってばっかりって、どんどんいつも出るんで、で、もう手術できないほど体弱っちゃって、それで死んじゃうんですね。で、がんはね、がん治すのは、薬ってないんですね、全然。植物系の食料にするだけですね。薬がないですね、全然ね。植物系の食料だけで、食べるようにして、で、がんが転移して、最初だけ、そのがんの細胞を取る、手術で外科で取るだけですね。で、もうがんができないように植物系の食事だけにするんですね。で、がんができてたら少しは取りますけど、まあ、あとはもう出てきたらもう助からないんで、体も参っちゃうんで、ね、植物系の食事だけにして抑えてね、抑えられるんですよね。で、出てきたらもう、あと出てきたらもう、助かんないよということですね。で、まあ、何回も手術できませんから。あと、放射線はダメですね。放射線は全然ダメですよ、全然、あんなのは。放射線は全然。あれは放射線だけでも害になりますからね。全然ダメですよ。レーザーみたいなもんですから。レーザーみたい、他のね、細胞をどんどん破壊しちゃうよね。放射線ただのレーザーみたいなもんですよ。ね。一点に多くレーザーで焼くだけですから、全部殺してるんですからね。周り中。放射線全然ダメですよ、女の。昔からダメだって言ってんのに、何を使ってんのか知んないけどね、放射線医療ってのは殺しですよ、もう。全然意味ないですよ、これね、もう。で、あと、がんの毒で殺すってのは全然ダメですね。抗がん剤なんてないですね、全然。もう。
抗がん剤では全然ないです、そんなもん。しかし、よく亡くなってて分かんないんでね、本当に。もう無数に、毎日毎日亡くなってんのに、治療方法分かんないの、全然。どうしようもないね、人間の頭ってね、全然。人間自身だと頭ないから全然わかんないんだろうな、全然。で、どうでもいいからもう死刑みたいなもん人も多いから、死んでも全然何にも、あれでしょう、価値観ないから全然、世に出てこないんですよ。教えてもこっちに金も入らないしね。で、がんっていうのはある程度の犯罪者だけに起きる病気ですからね。だから難しいこともあるしね。犯罪者、ね、悪いことした人にかける病気ですからね。かけられたら困るけどね。自然にね、来るね、犯罪者にだけ起きないといけないという処分ですね。人間たちは単なる今日肉食生物だからね、泥棒で生きてるだけですから。はい、たくさん死ぬね、本当にもう。そうですね、死ぬ。